はい、こんにちは、カエルです。で、今日はですね、分配金をもらいながらディフェンシブにやっていこうということでですね、債券であったり、あと優先株っていったところが、そういったものに当てはまるのかなということで、ちょっと今日はその紹介したいと思います。アメリカの金利が上昇して、グロース株やられてますよね。はい、カエルもレバナスとか VUG とか、ちょっとこの前も成長株のアライアンスバーンスタインのやつ買っちゃったんでね、もうバーンって下がってます。はい、アラートメールが楽天から来ました。はい、そういった中でもですね、着々と毎月入金をしてきてくれる後輩と株って、こういう時に持っててよかったなって思うと思います。なので、そういった時にでも乱高下、ちょっと値動き少ないぐらいで分配金をもらえるもの、債券 ETF とか優先株 ETF 株を混ぜているんですね。はい、なので、ちょっとそこについてですね、ちょっと紹介したいなと思います。で、カエルのポートフォリオですね、分配のランキング見ると、こう左側の表にあるようにですね、オールロックキャピタルが BDC 銘柄なんですが 8.56、 エイリスキャピタルも BDC 銘柄で 7.73 で、 SRET、 これは世界リートですね、これで 6.32%、 あとメインストリートキャピタル、これも BDC ですね、これも 5.81。 今日本の証券会社でほとんどこれ追加で購入できなくなったんですね。で、12月の上旬に楽天証券でも買えなくなったので、カエルはちょっとですね、もう買えなくなるならということで、ちょっとえいやと、ちょっと資金投入しておきました。で、武田薬品はですね、これ実際株価が下がっちゃってるので、見せかけ上高くなってるというところもあるかなと思ってます。で、ここで赤文字のところですね、 PFFD グローバル X の米国優先証券、あとは VWOB ですね、バンガード米ドル建ての新興国政府債券、あとは HYG のハイイールド社債の ETF ですね、こういう米優先株、債券、社債、こういったものと、あと BDC、リートといったものが実はですね、高配当として活躍してくれてると。で、あとはですね、日本株ですよね、三井フィナンシャルとか、九州旅客鉄道、バルカ、三菱商事。で、その後にようやく SPYD とか HDV、VIM が出てきているということです。で、下の方にですね、VDV とか VIG とか、VIM あるんですけれども、これは増配狙いですね。はい、しばらく待ってると配当増配して配当金の割合がどんどん高くなっていくというものなので、これは時間かけて育てていくので、毎月投資をしていってるということですね。はい、ということで、実は上位は BDC 銘柄やリート、日本株が多いと。で、そんな中で守りながらも配当をもらえる優先株、債券、社債についてちょっと紹介をしていこうかなというふうに思ってます。はい、この野球のような守りっていうことですね。はい、あんまりイメージはないかもしれないですけどね。はい、で、配当株 .com ですね、すごく以前から私これ見て、情報豊富で分かりやすくていいなと思っているサイトなんですが、実際にですね、こちらの方でも高配当 ETF、米国のですね、見ると、カバードコールとか、あとは世界リート、ハイイールド債、あと優先株とか、不動産、ハイブリッド証券、これも優先株ですね。はい、ハイイールド債、新興国債券。実はですね、株式よりもこういった債券系のものとか、優先株の方とか、あとこういう QYLD のようなカバードコール戦略のものが、実は高配当で来ているということなんですね。なので、高配当銘柄というと VIM、HDV、SPYD という、3点セットがよく紹介されているんですけれども、こういった債券とか他の商品っていうんですかね、資産クラスに目を向けると、もっともっとたくさんですね、実は銘柄はあるんですよというようなものになっています。で、今回ですね、VOO、SPYD、HYG、PFFD、VWOB、BND と、こういった、はい、有名なところ、プラス債券、優先株ですね、はい、PFFD とかの、パフォーマンスを見てみるということをしています。で、こう見ると、やっぱりコロナショックの時にものすごいみんな落ち込んでるんですよね。で、VOO も落ち込んでるんですけど、この、例えば高配当の SPYD はものすごい下落してるんですね。はい、でものすごい下落して、ゆっくりこう戻してきて、今高くなってますと。これ配当込みなんでね。はい、ただ、まず BND は配当込みで見てると、もうほとんど微動だにしない、非常に安定した銘柄ですということですけれども、HYG、PFFD、VWOB も下がってるんですけれども、やっぱり SPYD と比較してもすぐこう戻ってきてくれているというところがあります。ですので、こういった暴落の時にもですね、SPYD よりも早めに値が戻って、値動きが非常に安定しているというところ。
ですね。まあ、こういったこうちょっと守りができるんだけども、比較的高配当であるということですね。はい。まあ、こういったようなところでもですね、役に立つ銘柄群なんじゃないかなと思っています。はい。まあ、こういったような形のここに書いてあるんですけども、やっぱりですね、はい、あの VO は伸びてますし、 SPY はやっぱり浮き沈みですね。あとはあの減配増配があると、あの BND は圧倒的安定感ですが、ちょっと配当少なめで、 PFF で HYGWB は今のように、はい、あのバランスが取れてる部分もあるんじゃないかなというふうに思います。でちょっと数値で見てみたいと思います。でこれあの株価が高い順っていうんですかね、はい、1月今何日だろう、7日あの、はい、最初の週末ですね、成人式のある。はい。で、やっぱりですね、VOO が 1.26%、HYG は分配金は 4.07% と高いんですね。で、あのやっぱりですね、下から2番目の SPYD とか一番上の VOO はですね、やっぱり株式メインなんで、ボラティリティですね、こう、ブレ幅が結構高いということですね。あの上下のブレが大きいということですね。で、あの今2番目に紹介した HYG は 4.15 のボラティリティで分配 4.07、 VWOB は新興国債券ドル建てですね、ボラティリティは 6.22% とブレ幅少ないんですけど、分配金 4.14 で、下から2番目の SPYD は先ほど言ったように 14.7% とボラティリティは直近200日間高いんですけれども、分配金は 3.54% ですね。で一番下の PFFD はですね、ボラティリティが 6.09% と、まああの VWOB のような新興国債券と同じぐらいなんですけれども、分配金配当金はですね 5.16% というふうになっていて、高くなっているという形です。まあ、優先株は債券に近い動きをするというところが効果が出ているんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、こういったような、はい、形でですね、まあ、あの分配金の多さと、あとはボラティリの変動、あとは3年パフォーマンスで見ると、やはりあの VOO とか SPYD はボラティリティというんですか、変動が大きいので伸びはいいという形になっております。で過去の分配金の履歴と株価を見てみようというふうになっています。で VOO はですね、2018年から2021年にかけて 4.737、 5.571、5.303、5.437、まあ、ちょっと上下はあるんですけど、まあ、比較的増配傾向にあって、株価はですね、428.590ドルと、まあ、結構高いと。で、HYG ですね、あの、ハイイールド社債ですね。はい、こういった形で4ドルから3ドルの間でですね、動いて85ドル。で、BND もですね、あの同じ83ドルぐらいなんですが、分配金というのは、まあ、2ドル、1ドル、1ドル、61セントから2ドル20セントぐらいの間を動いているということですね。で、まあ、こうやって一個一個ずつ見ていくんですけれども、一番下の PFFD ですね、株価 25.350ドルというか2500円、まあ、もうちょいですかね、まあ、3000円近くになるかもしれないですけど、今ね、円安なんで。まあ、あの、とはいえですね、やっぱり VOO より比較したらだいぶ安い。で、SPYD よりもだいぶ安い。で、分配金はですね、1.399 から1.312という形で、まあ、若干下落傾向にあるんですが、比較的安定しているといったところがあります。で、あの金利が多分上がるとですね、この PFFD とかそこら辺は金融の株が結構入っているので、あの株価もちょっと上がるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういったような形でですね、比較的こう株価も安いので、少ない資金からでもあの買っていけるといったところがあるので、 PFFD は比較的安定して安心できるんじゃないかなというふうに思います。でこの PFFD の優先株って何だろうということですね。これはあの優先株は何かというと、普通社債と普通株の間の位置づけのものですよということですね。あのこれはマネックス証券さんのホームページで、ブラックロックの PFF っていう、こう ETF の紹介の記事から載ってきています。で株式と債券の中間に位置する有価証券ですね。優先証券やハイブリッド証券などとも呼ばれていると。これ何かというと、企業の配当の支払いにおいて普通株式よりも優先されるということですね。なんか会社にあった時に、あのまず普通こう社債みたいなこう借金から返して、次に優先株の方に渡して、最後普通株であるよということですね。だから何かあった時に優先的にお金もらえるので、比較的安全ということですね。なのでそういったあの有利さはあるんですけど、その代わり経営に口出せません。議決権がないんですね、はい、なのであの経営に口を出さない代わりに配当金を優先的にもらえるという、まあ、こういったところから安定感から比較的ですね、利回りはあの社債よりは高いということ
ですね、はい、ただ普通株よりはリスクは低いので、あの普通株よりは利回りはちょっと低くなってしまうよということですね。で、安定しているので価格の変動も中ぐらい、まあ社債ほど少なくないけど普通株主よりは低いですよということで比較的安定していて、まあ法的便算順位も真ん中ぐらいですね。あの社債よりは後なんですけれども、普通株よりは優先されますよということですね。まあこういったような形でですね、はい、あの比較的優先株は安定した位置づけでありながら、社債とかと比較しても、高利回りを得られると、まあ、そういったところの特徴があるという形になっています。で、この比較的高い配当と分配金がもらえて、かつボラティリティ変動が低いところですね。あの社債よりも便算順位は下なので、社債より配当は高めですと。で、価格の推移なども見ると変動ボラティリティは低めで、 S&P500 とも違う動きをしているのでリスク分散にも使えそうですねと、まあ、そういったような商品になっています。例えば左下のですね、代表的な資産、ちょっとこれ昔の資料なんですけれども、はい、薄い水色がハイイールド債、社債ですね。で、まあ、この濃い色の青色が優先株式なので、利回りとしてはこうハイイールド債と優先株式の間をこう行ったり来たりしているということですね。その次が新興国債券、その後が投資的格社債ですね、 LQD とかああいった形の、まあ、比較的高い格付けの社債で、米国国債があって、最後に日本国債と、まあ、こういった形で分配利回りというのがありますよ。で、あとは資産クラスの価格推移ですね。薄いピンク色ですね、これが S&P500 なので、やっぱり一番伸びているんですけど、この赤色の優先株式、まあ、優先株といってもやっぱり株式なので、それなりに伸びてはいるということですね。はい。まあ、こういったような形でですね、まあ、S&P500 とはまた違う動きをする特徴があるといった形なので、はい、リスクの分散にも、まあ、相関はある程度しちゃってると思うんですが、リスク分散にも使えそうですね、というようなものになっています。で、まあ、カエルはですね、先ほど言ったようにレバナスも持ってますし、アクティブファンドもですね、ドカーンと先日投資をしたりしているんですが、VYM、VIG、HDV みたいなですね、増配を目指すものも投資していれば、社債債券にも投資しているという形で、比較的広めにですね、いろんな投資をしています。で、今回の例えば優先株 ETF で有名なのが、一つが PFF ですね、ブラックロックの iShares 優先株式、インカム証券 ETF というのがあります。で、もう一個がカエルが持っている PFFD というグローバル X の米国優先証券 ETF ですね、あります。で、これ両方ともですね、分配回数は年12回、要は毎年ですと。ただ経費がですね、半分なんですね、グローバル X の、まあ、だからここはすごくいいんじゃないかなと。で、利回りも比較的高めになっていて、まあ、3年間のパフォーマンスも PFF は高くなっているという形なので、まあ、カエルはですね、この優先株 ETF は PFFD の方を買っているというものです。で、ハイイールド社債ですね、これもジャンク、まあ、JNK というのと HYG で、JNK はスパイダーですね、ステートストリートのやつで、ブルームバーグハイイールド債券 ETF、iShares、iBOX、米ドル建てハイイールド社債 ETF と、まあ、こういうのがありますので、はい、これもですね、年間12回分配をされていて、経費が 0.40% と 0.48% で、利回りが 4.29% と 4.05%。で、パフォーマンスが 23.05% と 21.2%、まあ、ほとんど変わらないですね、大した変わらないですね。で、カエルは HYG の方を持っているという形になっています。で、最後がドル建て新興国債券ですね。まあ、これドル建てであるというのが大事なんですね。新興国の債券を、例えば現地の通貨で持っちゃうとですね、通貨がものすごい下落して、痛い目に見る、まあ、トルコとか特にそうなんですけど、そうなっちゃうのでドル建てであるということが大事ですね。で、これもですね、 EMB という iShares、まあ、これもブラックロックですね、 JP モルガン米ドル建てエマージングマーケット債券 ETF と VWOB ですね、この V がついてるバンガードですね、米ドル建て新興国政府債券の ETF ですね。で、これも両方とも分配回数が12回で、経費率はですね、若干 VWOB のバンガードの方が低くて 0.25% で、利回りもですね、バンガードの VWOB の方が高くて 4.10% で、3年間のパフォーマンスは若干 EMB、まあ、株価はですね、上昇があるんだと思うんですけれども、こちらの方が高くなっているということですね。なので、カエルはですね、この、比較的値動きが少なくて、配当金が高い優先株 ETF は PFFD、ハイイールド社債は HYG、ドル建ての新興国債券ですね、これは VWOB を持っていると、まあ、こういったような形で持っているというものになっています。はい。
で最後にですね、やっぱりあの QYLD とか SPYD とかああいった株式とか、まあ、いろんなこう仕組みを使ってハイインカムなんですね、分配率が高い、ETF もあると思うんですけれども、まあ、安定したインカム、株ではなくて債券とか優先株、まあ、債券に近い性質を持った優先株というのもありますよという、まあ、そういった紹介になります。なので比較的安定した株価で高配当をもらいたいときにはハイイールド社債とかドル建て新興国債券、優先株などの選択肢があります。で特にですね、 SPYD の今回あの前回の四半期でものすごい配当金下がった、上がったとかが、まあ、減配がとか、まあ、気になるようであれば比較的ですね、分配金ずっとこう債券なんでほぼ決まってるので、あんまり上下がないので、あのそっちの方が心臓にはいいんじゃないかな。特に先ほど見たように SPYD は分配率 3.45 で PFFD は 5% ぐらいあるんでね、あのだったらもう PFFD でいいんじゃない、分配金狙いであればと、まあ、そういうことも言えると。でこれはですね、あんまり配当金の伸びとか株価の伸びがないので、あの将来ですね、あの配当金が1株あたりがどんどん増配して入金してくるお金、あのインカムがどんどん増えて、かつ株価も上昇してますよと、まあ、あの999とかハイグロースほど伸びないんですが、それなりに伸びるというのを期待するのであれば、 VYM とか HDV、VIG、VTV などの増配をあの特徴としている、まあ、VIG はキャピタルゲインも伸びてますけれども、そういった銘柄を買って10年ぐらいコツコツ積み立てることで、あの将来の高い配当金が手に入るんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、ですのでこういったあの最後に言ったようにですね、増配株価を上昇するような銘柄、まあ、例えば最低限 VYM1 個でもいいと思います。はい、持ちつつ今回のですね、今配当金が高くて今のインカムを増やして入ってきたやつでノーセルリバランスってですね、あのリバランスをするときに売らないでどんどん追加していく資金にするとか、まあ、そういったことにも使えますので、はい、一度ですね、皆様も安定したインカムのお供にですね、ご検討いただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でということで、まあ、投資は自己責任でということで、ここまであくまでも買えるの個人的見解ですので、皆さんもですね、いろいろ勉強して決めていただければなというふうに思います。はい、今日の内容がですね、もし役に立ったらいいねと、まあ、こういった情報をですね、どんどん発信していきたいので、ぜひチャンネルの登録をお願いいたします。はい、ということで本日は以上になります。ありがとうございました。